復刊 .com は株式会社復刊 .com が運営する絶版になった書籍を復刊させるウェブサイト及びオンライン書店である2000年5月24日にサービスが開始された2011年1月に全面リニューアルされたユーザーからのリクエスト、投票と情報提供をもとに 以前復刊した類書の販売実績や各出版社の復刊の実績等を考慮し、出版社や著者に復刊リクエストについての情報提供を行い復刊を交渉する。リクエスト、投票は1件の書籍につき1票1回限りで、復刊要望の理由などのコメントを添え、購入意思の登録をする必要がある。目安として百票集まると、復刊 .com がオリジナルの出版社へ、 原版の有無確認など復刊に向けた交渉に入るとされている。設立当初は日版グループとしてオンデマンド出版への進出を視野に入れていたが、後日のコンテンツワークスによるものを除くとリクエスト交渉出版社による復刊という業務に徹している。2001年11月12日には日本経済新聞社主催の日経インターネットアワード2001で 日本経済新聞社賞を受賞した。文学、絵本、コミック、アニメやホビー関係のムック、楽譜、参考書など多数のリクエストが登録されている。一定以上の需要と原版があり、権利関係のクリアが可能な書籍から順次、復刊されている。特に前日の漫画、アニメ関係のリクエストが多いが、 指示が集まらないタイトルは、リクエストから3年以上経過しても100票集まらない、ありさまである。漫画を中心に、期間本のみならず、未収録作品の収録といったリクエストも可能だが、一般書籍の復刊と比べ、交渉が困難と予想されると、明記されている。投票した書籍の復刊が決定されると、復刊 .com のサイト上で購入を促すメールが、送付される。 ブッキングが発売元になる場合もあるが、大抵は中小の出版社によって刊行されている。オリジナルの出版社から再販、重販の形式で復刊されるケースはほとんどない。また、復刊に伴うコストの上乗せなどからオリジナルよりも売価が高めに設定されている。なお、小学館、講談社、富士フィルムビジネスイノベーションマイクロソフトが出資設立した コンテンツワークスによるコミックパークが小学館、秋田書店、少年画報社、双葉社などが観光し絶版となったコミックスをオンデマンド出版で受注販売することを拡充したことから復刊ドットコムでリクエストされていたタイトルは復刊とみなしてコミックパークへのリンクが付されている。復刊ドットコムがきっかけとなって復刊された代表例としてはアニメ ロミオの青い空の原作であるリザ・テツナーの黒い兄弟がリクエストから1年余りの2002年に新装版で復刊され、多くの図書館に海外文学、児童書として配置されたり、過去の市民運動により廃刊に迫られた岩波書店版、ちびくろ、さんが2000年のリクエストから5年近く経た2005年4月に600票を集めて随運者から復刊し、 続編を含め20万部以上を売り上げたことが挙げられる。なお、復刊第1号は、三原潤の、隠れちゃったの、誰だという絵本である。2000年8月から2002年12月までは、株式会社ブッキングとビズシーク、2003年からは、同社事業を継承した楽天による、共同運営がなされていた。復刊 .com のウェブ運営を、ビズシークが行い、 ブッキングは復刊交渉やサイト上での販売業務に分業していたためである。このため、リクエストなど復刊 .com のサービスを利用する際に EG-SICK の ID を取得、または利用し、双方のサービスの会員となる必要があった。また、2001年8月に楽天がビ i z s ク k を買収し、2003年1月に同社事業を楽天に譲渡させた経緯から、 e g ーークサービスは2005年4月までに楽天フリマ、楽天オークションへ完全移管され e g ーークの ID を楽天会員へ任意で統合させる措置が取られていた。ただし、復ッ .com の書籍販売業務を楽天ブックスへ移管するといった楽天グループ内での事業連携はされなかった。2006年10月末をもって楽天が提携解消したことに伴い、 復刊トコムはブッキング社から、日版グループのホルプ出版ブッキング事業部へ、事業譲渡された。2009年4月には、九州分割によりホルプ出版のブッキング事業から、CCC グループの株式会社ブッキングへ譲渡された。2009年10月には社名を株式、会社復刊トコムに変更した。ありがとうございます。